疲れ様です。メインチャンネルの続きです。メインチャンネルではですね、このオールドパース、はい、モリソン、スコッチウイスキーディスティラリーズから出ているブレンデッドモルトウイスキーですね、両方とも、シェリーダル原酒のみの銘柄なんですが、それとね市場に出回っている、同スペックというかね似たような価格帯でシェリーダル原酒のブレンデッドモルトといえばこのダグラスレインのスカリーワグね、こちらもね、10年とか出てますね、うん、さらにね甘いタイプのブレンデッドモルトですけど、こちらが、ノンエイジのタイプね。あとはネイキッドモルト、はい、それとクラシックシェリー、ベリーブラザーズ&ラット社ということで人気ボトラーズですね、まあ、そんなにたくさんリリースしてるわけではないんですが、最近ボトルデザインも変わってね、まだ飲んでない方もいらっしゃると思うんですけど、こちらもリニューアルしましたしね、こちらも割と新しいということで、結構ねここ飲み比べた方ってあんまりいないと思うんですよ個人でね。そして、メインチャンネルでも言いましたけど、そんなにこうバーにも置いてないということで結構ね気になってる方多いんじゃないかなと思います。まずねちょっと、まあ、この2本はメインチャンネルでやったんでとりあえず置いておきます。この3本こっちと比べてどうかなっていうのをねやっていこうと思うんですけど、メインチャンネル見てない方はまずそちらをねご覧になっていただくと、よりわかるんじゃないかなと思います。じゃあ今回はねストレートね、ストレートで飲んでいこうと思うんですが、どうですかね。まず BBR、 このベリーブラザーズ&ラット社は、インデペンデントボトラーでね、さらにはカティサークを作った会社でもあります。もともとねカティサークブランドっていうのは、この会社が作ってから、後にねエドリントングループがブランドを買い取り、そして今はラ・マルティニケーズっていうフランスの会社が、銘柄を所有、ブランドを所有しています。はい、うん、こっちはね結構重い感じ、香りは少し重めで香ばしいですね。最初から甘さは少し抑えられてる感じなので、どっちかというとこう、ストレートの香りだけでいうとこのオールドパス12年のタイプかなと思います。うん、飲んでみます。いただきます。あ、結構、パンチがありますね。ちなみにねアルコール度数っていうのはどれぐらいかというとね、このクラシックシェリーが 44.2% で、こちらがね 46% あるんですが、こっちの方がねアルコール感はあるように感じます。うん、良くも悪くもね、口の中に入れた瞬間の、フレーバーの多さというか情報量の多さっていうのはこっちの方が多いんですが、やっぱり甘さ控えめ、ビターでシェリーダル熟成特有のちょっとゴムっぽさっていうのがより強いです。うん、でもね味わいは複雑ですね。あ、こう空気を含ませていくとどん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 このゴムっぽさ強く出てきました。うん、やっぱりオロロソシェリーダル特有のスパイシーさっていうのがね、スパイシーさ、ビターさっていうのがより強く出てる印象ですね。今度スカリーワグ行ってみます。大体ね価格帯一緒なんですよ、まあ、1000円単位で違ったりする場合もありますけど、安いところで買うと結構似てるというか、まあ、ちょっとこれ安すぎるんですけど、こちらこの辺は一緒ですね、うん、今度スカリーワグですね。スカリーワグ、はい、お、こっちはちょっと硬いですね。まだちょっと段ボールのような香りと、あ、だんだん華やかになってきました。開いてくるとね甘さがどん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 強くなってきましたね。この、BBR のクラシックシェリーにはない甘さが、まろやかでちょっと洋菓子のような感じと、そしてベリー感が強くなってきました。こちらだけねブレンドされている蒸留所のウイスキーが若干明かされています。こっちはねマッカラン、そしてモートラック、グレンロセスが入っているっていうのは一応公式には書いてありました、まあ、それプラススペイサイドモルト
ということで、その辺に関しては分かりません。基本的にはあんまり明かされてないものが多いですね、うん、あちなみにね、ブレンド内容も入ってますね。 40% がファーストフィルの、オロロソシェリーダル、そして 30% がファーストフィルのバーボンダル、そして、30% がセカンドフィルのバーボンダルということで 60% バーボンダルなんですよ。だけどだいぶねファーストフィルのシェリーダルの味わい、いや香りですね、香りが強いです。華やかで甘い香り、いただきます。あーこれはバランスは一番いいかもしれないですね。だけどちょっと余韻はビターかな。一番口当たりは万人受けするかなっていう感じ。余韻はねだんだんこうビターさが強くなっていくので、このビターさにネガティブ感を感じる方もいるかもしれません。香りがだんだんすっきりしてきましたね。空気とね少し混ざっていくときに甘さが、かなり出てきましたけど、その後はねこうすっきりビターさが香りからも出てきました、うん、やっぱりスパイシーでビターだっていうのは否めないですね、なかなかね。だけど今のところ万人受けするのはこちらかなと若干思いました。ちょっとブレンデッドモルトじゃなくてネイキッドモルトですね、そちらを行ってみようかな。ネイキッドモルトはこの間の動画メインチャンネルで出しましたので、そちらをご覧になっていただきたいんですが、こちらも今確かバーボンダル熟成で、シェリーカスクフィニッシュになってますよね、うん、でアルコール度数はね 40% で一番低いです、はい、この中では。このスカリーワグも 46% ありますので、味わいのこの濃さっていう面で見ると一番ネイキッドモルトがね、度数は低いかなとは思います。あでもね香りなかなか甘さもあってフルーティーさもあって上品で華やかっていう感じですね。何か一つ癖がね突出してるっていう感じじゃないのがこのネイキッドモルトですね。これ一回ちょっと下げときましょう。こちらいただきます。うん。ネイキッドモルトは割と優しいですね、飲んでみると。やっぱりね度数が低いせいもあるのか、フルーティーさと少しだけ、ストロベリーチョコみたいなね甘さ、そしてベリー感、余韻はねちょっとビター、そして若干、ゴム感があるっていう感じ。どれもねそこまで極端じゃなくて飲みやすいと思います。だけどライトって言ったらライトなので、もうちょっと飲み応えが欲しい方はこのネイキッドモルト以外を選んだ方がいいかもしれません。こことここが割とライトかな。で甘さっていう面だったらこのオールドパース、そしてここスカリーワグを選んだ方がいいかもしれません。オールドパース12年かスカリーワグね。そしてあんまり甘いの求めてないっていうシェリーダル熟成好きの方はこの BBR のクラシックシェリーかなと思います、あくまで今ストレートで比べた印象です。いや本当はね水割りとかもいろいろやりたいんですけどね、やっぱりちょっとね酔っ払います。1回に全部やるのがなかなか大変で、動画を作るっていう面ではねちょっと難しいんですよね、全部やるのね。水割りプラス、トワイスアップだったりとかね、ちょっと加水だったりとか全部やりたいんですが、なかなかね動画制作上難しいというところがあって、もしね、気になる方いましたら生配信の時にでもね、サブチャンネルのね生配信の時にでも言ってくれたら、答えれるものは答えていきたいと思いますね、うん、そんな感じで、とりあえずフルシェリーダル熟成のね、格安ウイスキー飲みたい方はこのオールドパースね、このノーエイジ、こちらはあの一番ネットで最安だと2900円ぐらいで売ってますので、URL 貼っときます。そちらから購入してみてください。ただし1万1000円以上買わないと送料無料になりませんので、何かね必要なものを合わせて買われるのが一番お得かなと思います。そして結構味のタイプがどれも違うので、先ほど言った味のタイプ好みに合うものを選んでいただければなと思いますね、で最終的に思ったのはやっぱりねシングルモルトの、シェリーダルタイプのウイスキーより個性は全体的に際立ってます。
もうちょっとねシングルモルトの方、グレンドルナックだったりとか、あとはグレンファークラスね、万人受けです。なので、少し個性的なものを飲みたい、もうちょっとシェリーダル感味わいたいっていう方はね、こちらこの4本、5本ですね、この中から選ぶか、さらにはねこのオールドパスのカスクストレングス行ってみてもいいですし、まあ、あのシングルモルトの中にもグレンファークラスの105とかね、かなりパンチの効いたものもありますので、そちらを選んでみるといいかなと思いました、はい、若干酔っ払ったんでここで終わります。それではまた。